プログラムの17番になります。ダンディーズの皆さんによるバンド演奏でお楽しみいただきます。それではダンディーズの紹介をさせていただきます。ダンディーズのコンサートマスター河野豊さんを紹介いたします。トロンボン奏者の河野さんは、皆さんテレビでご存知でしたよね。昔やってました7時だよ全員集合、きっといつもご覧になっていたのではないでしょうか。それとか火曜ベスト10などの演奏でバックバンドで活躍していた方ですが、私たちバンドの指導に来てくださっております。そして現在はノアーズのビッグバンドサンさんのコンサートマスター、そしてご自分のビッグバンドの他に音楽指導を行って活躍しておられる方だそうです。後ほどトロンボーンってどんな楽器だったかな、あの方が河野先生かなってきっとご覧になって確認をしていただきたいと思います。今回は奥様にもテナーサックスでダンディーズに参加していただいたよということでございます。とても楽しみですね。今日のダンディーズの演奏ですが、最初に A 列車で行こう、2曲目は枯葉、そして3曲目服部良一メドレー、4曲目にコーヒールンバ、最後にシージャンブルースです。もしかしてまずは A 列車から行こう、お願いいたします。
とみんな聞き惚れてしまいましたよね。アンコールということなんですけど、その前に皆さん、トロンボーンの楽器分かりました？湖畔の宿、サラダに行ってくださいました河野豊先生です。コンサートマスターです。はい、それからテナサックスの奥様ですね。どうぞ、今日は河野2点です。奥様も今日は特別に参加して演奏してくださいました。それぞれダンディーズ、素敵なダンディーズで全部紹介したいんですけど、今日はちょっと時間の関係で、はい、アンコール曲はですね、明日があるさです。それではダンディーズの皆様、よろしくお願いいたします。文化のいっぱいのこの伊豆市民ホールでした。ありがとうございます。